安倍総理大臣は先ほど、アメリカのオバマ大統領と電話で会談しました。安倍総理が人質の解放に向けて取り組んでいることを説明したのに対し、大統領は日本への連帯を表明しました。中継です。はい。この電話会談は菅官房長官や外務省の佐伯次官らが同席し、総理公邸で午後3時20分からおよそ10分間行われました。この中で安倍総理は日本はテロに屈することはない姿勢を強調した上で、後藤さんの解放に向けてアメリカの協力を要請しました。これに対してオバマ大統領は中東地域の平和と安定への日本の努力を高く評価し、両首脳は引き続き協力することで一致しました。この一連の人質事件を受けての日米の首脳会談は初めてで、安倍総理としては中東の情報に精通するアメリカの協力を得て何とか事態を打開したい考えです。テロに屈することなく国際社会におけるテロへの取り組みに積極的に貢献していくという我が国の立場は変わらない。また菅官房長官は関係各国の協力を得ながら人質の早期解放に向けて政府として全力で取り組んでいく考えを改めて強調しました。明日からは通常国会が始まります。長期化すれば官房長官や外務大臣が審議に参加できない事態も予想されます。